航空戦闘軍団はアメリカ空軍における主要軍団の一つ。空軍参謀本部に直属し、参加に4個航空軍を持つ。主に戦闘機や爆撃機などを運用し、直接的な戦闘行為を担当する。司令部はバージニア州ラングレー空軍基地に所在。1992年6月1日にアメリカ空軍の大規模再編に伴い設置された。 航空戦闘軍団の任務は、主に直接的な戦闘能力を有する航空兵力を提供することにある。そのために戦闘機や爆撃機、さらには偵察機などを運用している。アメリカ統合戦力軍の空軍構成要素であり、ジアフコムイ下の他軍種部隊と同様フォースプロバイダーとしての性格が強く、構成部隊は各地域の統合軍の指揮により、 作戦を展開する。2011年に統合戦力軍が廃止されて、以後、航空戦闘軍団の隠れ家部隊は、中央軍や港軍などの各統合軍に移管された。人員数は10万9000名以上。動員時には、空軍周兵及び空軍予備役軍団からも、部隊派遣を受けることになる。設立時には、戦術航空軍団から、戦闘機や、 攻撃機を戦略航空軍団から爆撃機を取り込み軍事空輸軍団からも一部部隊を取り込んで編成された。2018年7月17日にはサイバー戦を担当する第24空軍が航空戦闘軍団の参加になった。2019年10月11日航空戦闘軍団参加の第24空軍と第25空軍は統合され、 第16空軍となった。ありがとうございます。